はい、冷却とトラブル改善プロの杉山です。こんにちは。はい、今日はですね、ちょっと、こういうご質問がありまして、薬剤のですね、注入量についての、まあ、ちょっとご質問がですね、ありまして、ちょっとその件について、詳しくですね、ちょっとお話したいと思います。はい、これ今日はですね、薬剤の維持濃度についてですね、お話します。これはまあ冷却筒なんですけど、冷却筒に対して水が溜まってます。ここにですね。で、そしてボールタップとこちら補給水があります。で、冷却水の薬剤というのは、この冷却水の中に薬剤がどれぐらい維持されているか、これをですね、常にこう保っていくっていう必要があります。まあ、それによってスケールを分散させる、まあ、スケールの固着を防ぐ、それとかあとスライム、雑菌、こういった繁殖を防ぐ、それとかあと防食剤、腐食をですね防ぐ、まあ、いずれにしてもですね、この薬剤の濃度が維持されていないとですね、そういった効果がですね見込めないんですね。で、逆に多すぎると今度薬剤の影響で金属が腐食をしたりとかですね、いろんな問題が出ますんで、常にこの薬剤の濃度を維持する、これが非常に重要だと。で、通常ですね、この冷却水中の維持濃度っていうものがですね、この水の中のどれぐらいの薬剤の濃度を保つのか、一般的なですね、水処理薬剤だとですね、200mg パーリッターからですね、だいたい300mg パーリッター、これが一般的な水処理薬剤かなと。で、もっとですね、注入量が低いやつなんかもあるんですけど、それは薬剤の種類によってですね、いろいろ違いまして、これは薬剤のメーカーさんにですね、この冷却水中の維持濃度はどれぐらいですかということをですね、お尋ねいただくといいかなと。で、いずれにしてもですね、これよりも低すぎると効果がない。しかし、高すぎると今度は薬剤のやっぱり無駄遣い、それとか腐食の原因になるということです。で、次にですね、この補給水の配管、こちら補給水、水が入るところですね、ここからですね、通常これに流量比例といいまして、この水が入った分だけ薬品を添加するという方法がですね、あるんですけど、その時のですね、計算式はですね、この冷却水中の維持濃度、この200から300をですね、濃縮倍数、こちら書いてます、維持濃度割る濃縮倍数、この冷却水がどれぐらい濃縮しているのか、で、この濃縮倍数でですね、割ってあげると、この対補給水の注水量っていうのがですね、注入量っていうのがですね、出てきます。薬剤の維持濃度割る濃縮倍数がですね、この補給水からの給水に比例して注入する際の薬剤の添加量になります。はい、この薬剤の濃度をですね、常に一定の濃度で維持するっていうのがですね、実は非常に難しくて、これをですね、うまくやることによって、節水であったり、それとかあと薬剤の やはり効果をですね、最大限引き出すことができると。で、それと薬剤のコストダウンにもですね、つながりますんで、維持濃度をですね、ちゃんと守れていくかどうか、一度ですね、分析書なんかにも載ってますんで、ご確認されてみるとですね、いいんじゃないかなというふうにですね、思います。はい、まあ、ちょっとですね、汚い字でご説明したんですけど、いずれにしてもこの薬剤の維持濃度っていうのは、冷却水を管理する上ではですね、非常にその重要な項目になりますんで、ぜひですね、分析書等で確認をですね、されてみてはいかがでしょうか。
はい、本日はですね、薬剤の維持濃度についてですね、お話をさせていただきました。私どもはですね、この冷却水の水質管理、非常にですね、得意としております。何か冷却水のトラブルでお困りの方がいらっしゃったらですね、お気軽にお問い合わせいただければと思います。はい、本日は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。